皆さんこんにちは。レクリエーション介護士の大園です。介護スタッフの皆さん、レクの準備って大変じゃありませんか？ネタを考えたり、当日の進行だったり、そんな時のために介護レク動画を用意しました。もちろん在宅で介護をしている方も、自宅で流せばそのまま介護予防動画として使うことができます。皆さんの負担を少しでも軽減できれば幸いです。それでは早速本編に移りましょう。どうぞ。今回の問題はどこが変わるでしょう。俗に言うアハ体験です。1枚の写真から徐々に変化していくところがあります。それはどこか見つけましょう。まずは例題です。こちらの写真をご覧ください。この写真のうちどこかが徐々に変わっているところがあります。それはどこか見つけてみてください。10秒の間で徐々に変化していきます。問題は3回繰り返されて、そのうち徐々に範囲が狭まっていきます。最後まで諦めずに見つけてみてください。それでは始めます。準備はいいですか？第1問目、徐々に変化する部分を見つけてみましょう。ヒントはなしです。最初の問題はサンマ定食の写真。どこか一つが変化していますよ。もう一度見てみましょう。次は範囲を狭くします。右半分に注目してください。これが最後です。範囲はだいぶ絞られてきます。右上に注目してください。いかがでしたか？それでは正解を見てみましょう。お味噌汁に入っている豆腐が、一つなくなっていますね。第2問目。徐々に変化する部分を見つけてみましょう。たくさんの招き猫が置いてありますね。いくつかは猫でないものも。もう一度見てみましょう。次は範囲を狭くします。下半分に注目してください。これが最後です。範囲はだいぶ絞られてきます。右下に注目してください。いかがでしたか？それでは正解を見てみましょう。右端にあるパンダの服に注目。色が変わっていますね。第3問目、答えがわかるとすっきりしますね。毛並みのいいワンちゃんがいますね。今回はどこが変わるでしょう。
う一度見てみましょう。次は範囲を狭くします。右半分に注目してください。これが最後です。範囲はだいぶ絞られてきます。右上に注目してください。いかがでしたか？それでは正解を見てみましょう。右上にある壁の色が徐々に変わっていますね。第4問目、徐々に変化する部分を見つけてみましょう。こちらは金木犀の写真。もう一度見てみましょう。次は範囲を狭くします。上半分に注目してください。これが最後です。範囲はだいぶ絞られてきます。左上に注目してください。いかがでしたか？それでは正解を見てみましょう。左上にある金木犀の花びらが徐々に消えていますね。第5問目、これが最後の問題です。最後の問題はコスモス畑です。もう一度見てみましょう。次は範囲を狭くします。右半分に注目してください。これが最後です。範囲はだいぶ絞られてきます。右上に注目してください。いかがでしたか？それでは正解を見てみましょう。右上にある雲の位置が徐々に右にずれていますね。全問終了です。皆様お疲れ様でした。一度リラックスして体を伸ばしましょう。大事なのは正解数ではなく脳を働かせることです。同じ問題でも構いません。いろんな問題に挑戦して脳を活性化させましょう。それではまた別の問題でお会いしましょう。